は一人社長どお願いいたします。はい、えー。それではよろしくお願いいたします。えー、集団市市民ライター一期生十二名の任命についてまずお知らせいたします。えー、この度市民と進めるシティプロモーションの取り組みとして市内の風景、イベント、施設、ご当地グルメなどを市民目線で取材し市の魅力発信を行う十二名を 南市市民ライター1期生として任命いたします。市民ライターによる記事は、シティプロモーションスペシャルサイトや、今年度新しく運用開始した SNS のノートのみんなで作る周南市ガイドブックに記事として掲載いたします。周、え、南、ー、市ファンであります12名の市民ライターが、えー、それぞれの視点で市内に住む 温かい人々の日常の暮らしや風景などを記事にすることで、旅行雑誌とは一味違う周南市の魅力を紹介するウェブガイドブックを制作していきます。ガイドブックページにつきましては、本日公開いたしました。現在、サイトでは市民ライターの皆様が受講されたライター講座で行った徳山動物園の取材や、 私の好きな周南市の風景などの記事を掲載していますので、ぜひお楽しみください。なお、本日、市民ライターのお一人であります、塩田咲紀さんにお越しいただいております。記者会見終了後に、市民ライター任命式を執り行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。え次に、えー、新型 コロナウイルス感染症蔓延防止等重点措置の適用を受けた本市の対応等をお知らせいたしますえ市が主催するイベント等については9件の中止10件の延期としておりますなお2月に開催予定でした2つの大きな事業の一つ、えー、徳山ポートビル緑地愛称石碑の除幕及び 徳山下松校開校100周年記念事業のキックオフ宣言は、2月の10日に市内の実行委員会のみで開催いたします。もう一つの全国工場夜景サミット in 集南は、2月18日にオンライン生配信で記念式典のみを開催いたします。関連イベントの工場夜景鑑賞ツアーは中止とし、 大型ワークショップは2月21日から徳山駅前図書館で実施する予定です。私有施設の休館・可視館中止状況は、休館は144施設、可視館中止は75施設、うち小学校32校、中学校16校の地域への学校施設開放も中止とし、 子育て支援センター12カ所も閉所しています。なお、児童クラブ25施設、市・県民税申告相談14カ所については、施設を開館・実施いたします。保育所等における登園自粛要請については、市内の保育所・認定こども園・幼稚園に対して、家庭保育が可能な保護者への登園自粛のご協力をお願いしております。 さて先日、記者発表資料で配布いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対策として、2つのことを決めました。1つは、飲食店への経済支援として、2月1日から3月18日の実施期間で、集団・病院組合が関係団体と連携して取り組むテイクアウト、およびデリバリーにかかる費用を補助いたします。 補助金額は445万5万五千円です。もう一つは、自立式検温センサーを庁舎や市民センターなど、103の公共施設へ116台設置するもので、事業費は927万9万九千円です。これら合わせて1373万4万四千円を1月28日に専決処分いたしました。次に 本市の感染状況でございますが、1月13日の52名をピークに、その後も連日、20名以下の2桁の感染者数の発生が続いております。感染者の年代別では、1月は30歳代以下の若い世代の感染者が7割以上を占めていましたが、現在は60歳代以上の感染者が増加し、 家庭内感染などにより、全世代に感染が広がっている状況です。次にワクチン接種についてです。2月2日より、市内の集団接種会場で3回目の追加接種を開始いたしております。集団接種会場では、初回接種と異なるモデルナ製のワクチンを使用した交互接種を行い、昨日までに、 一般の高齢者と約7200名の追加接種を実施いたしましたこれまでのところ混乱などもなく順調に進んでおりますまたまだ2回のワクチン接種を完了されていない方から、えー、接種希望に関する問い合わせをいただいておりますそこで希望される方への接種を行うため2月21日月曜日 キリンビバレッジ集団総合スポーツセンターに臨時で集団接種会場を開設いたします。接種を希望される方は、ウェブ、またはワクチン接種予約センター、えー、083432-0567、ゼロコロナからご予約ください、えー。聴覚に障害のある方は、ファックス番号22-8266までお願いします。出てますか えっと、ないですか。はい。えっ、ー、と、聴覚に障害のある方、もしあの啓発できる方がいらっしゃいましたら、お願いします。ファックス番号が二十二の八二六六です。よろしくお願いします。えー、そして感染が低年齢化し、保育園や幼稚園など。未就学施設における感染が拡大していることから。えー、そこにお勤めの方たちへ、前倒しの接種を行います。具体的には。 県営会場を利用し、2月の12、13日、26、27の日の土日の4日間を優先枠を設定して、約700人の方を接種予定しております。市、えー、といたしましては、今後も全力で感染の拡大防止対策に努めてまいりますので、市民の皆様、事業者の皆様、引き続きの感染対策にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 以上でございます。